2024年2月16日から18日、静岡県富士市の毘沙門天体祭に行く。私の地元、静岡県富士市の本吉原地区では、毎年2月に毘沙門天体祭があります。調べてみたら、たまたま休日とかぶっていたので、丸10年ぶりに行ってみたいと思います。まずは、静岡の実家によって母のところに顔を出します。ちょうど猫を散歩させていましたが、この後猫が脱走しました。混雑が予想されるので、実家からは電車で行きたいと思います。歩いて10分ほどで、東海道本線の東田子の浦駅に到着です。電車で3分、吉原駅に到着しました。そんなに混んでませんでしたが、帰りの切符を買っておきます。北口から出ます。小さい頃は、貨物の入れ替えをよく見に来ていました。吉原駅から 1.3km 先の妙法寺、通称富士毘沙門天まで歩きます。子供の頃は道の左右にお祭りの屋台がびっしり並んでいたのですが、駅のそばは全くありません。線路を越えたらやっと出てきました。しかし片側だけでまばらです。毘沙門天体祭に行く、その2。進んでいくと、なかなか出店も出て、人も増えてきました。まずは、一通り見て回りたいと思います。1回、毘沙門天を通り過ぎて、元吉原小学校の方に行ってみます。元吉原小学校の校庭を駐車場にして貸し出していたのですが、どこからかクレームがあったようで、やめてしまったそうです。戻って、毘沙門天に行ってみたいと思います。こちらはなかなかにぎわっています。日本三大だるま市というのは最近知りました。植木もかなりあった覚えがありますが、だいぶ少なくなったようです。また、だるまエリアを抜けて妙法寺の境内に行ってみます。子供の頃は気にしていませんでしたが、確かにだるまが多く売っていますね。富士毘沙門天、妙法寺の境内に到着です。だるまを持っている方がたくさんいます。せっかくなので、お参りしてお賽銭を入れていきます。火の祈祷でしょうか、混んでいます。境内をぐるっと回って、昔から気になっていた洞窟に行ってみたいと思います。子供の頃は、この顔がとても不気味で近寄りがたかったです。毘沙門天体祭に行く、その3。人生で初めて毘沙門天の洞窟に入りたいと思います。大人300円、子供150円です。A4 のスタンプラリーの用紙を受け取ってスタートです。中は撮影禁止でしたので、皆さんも行ってみてください。私が子供の頃からあるので、なかなか年季が入っていましたが、七福神をめぐってスタンプを集めます。出口です。長年の思いを果たせました。一旦海までの出店を全部見てから、屋台で夕飯とかデザートを買い漁りたいと思います。さーて、屋台の買い漁り、スタートですよ。一旦通り過ぎた焼き鳥屋さんに久しぶりの珍しいものが売ってました。皆さん知ってますか？ニッキです。木の皮の部分をかじるとハッカの風味がし、シナモンのような匂いがします。とりあえずゲットです。お次は次男が好きなチキンを買って帰ります。すぐそばに妻のご要望のリンゴ飴がありました。昔は見せ物小屋があったこの辺りは屋台が多くにぎわっています。子供の頃にお小遣いを使い果たした射的がまだありました。他にもいろいろあり、さながらちびっこギャンブルエリアですね。毘沙門天体祭に行く、その4。お子様、昔あった大阪焼きみたいです。桜エビとベーコンを買って帰ります。やっぱり屋台のたこ焼きも食べたいですよね。スタッ
ステーキ串と牛タン串も買って帰ります。やっぱりだるま市なので特にかける狙いもないのですが、だるまを買って帰りたいと思います。しかしいっぱいあります。色は金色にしようと思いますが、顔がよくお腹に服が書いてあるのを探します。決めました。今年は向かって左目に目を描いて願いをかけるそうです。ありがとうございます。毘沙門天を後にします。引き続き夕飯の買い漁りをしますよ。たこ焼き第2弾を買って食べ比べしましょう。デザートにバナナチョコも買って帰ります。ここでピンチです。千円札と小銭がなくなってしまいました。エビ焼きのお兄さんが1万円を崩してくれました。助かったので2つ買いました。バナナチョコ第2弾です。今度は白にします。主食は広島焼きにします。ありました。子供の頃みんなで食べてたジャガバターです。家族4人なのでお好み焼きをもう一つ買って帰ります。毘沙門天大祭に行く。その後しりお土産いっぱいです。吉原駅に戻ります。吉原駅の南口に来ました。同級生の家の中華料理店がなくなっています。スーパー岡村はまだやってるのか。天気が悪くなってきたので急いで帰りましょう。駅はそんなに混んでいませんが、切符を買ってあったのですんなり入れます。学南電車です。夜の工場見学ツアーが人気みたいですね。東田子の浦駅に帰ってきました。少し雨がぱらついてきたのでダッシュで実家に戻ります。6時30分家を出て9時30分に実家到着。10時吉原駅スタート。実家から東田子の浦駅への行き来は入っていませんが、4キロくらい歩いてきたみたいです。少し運動不足解消できたかな。コロが帰ってきていました。ずいぶん豪遊してきました。洞窟とか電車代を入れたら1万円以上かかってますね。お昼は母の手料理とエビ焼きを一皿いただきました。帰り道まさかの事態がありましたが、なんとか帰宅。家族みんなで屋台のごちそうをいただきました。だるまくんは私の YouTube が流行るようにお願いしました。また見てくださいね。ラジオチャンネル。